それでは、高校生向け出前講義として、熊本大学の岡島が話させていただきます。内容は制御工学に関するものとなっています。身の回りには様々な制御システムがあります。例えばロボット掃除機は、周りの環境を計測しながら掃除を行うものであり、障害物があった時にはその位置を回避しながら動くような動作がなされます。これは一つの計測制御システムとなります。またエアコンでは温度が指定した値となるような制御がなされます。その他、運転支援システムや農作物の自動収穫ロボットなどが計測制御システム、制御システムと呼ばれるようなものになります。ここでは部屋の温度制御を例にとって、なぜ計測が必要かということを話したいと思います。制御の目的が部屋の温度を18度の一定に保ちたいと、そういう目的があった場合を考えます。この時、例えば真夏日であれば、制御目的を実現するためには、もともとの部屋の温度は18度よりもかなり高くなりますので、冷却するという操作が必要になります。エアコンからは涼しい風が行くような、そういう形によって18度の温度を保つようなコントロールがなされます。その一方で、真冬の場合には部屋を温めるという操作が必要になります。さらに、部屋の大きさが広いか狭いかによっても、エアコンの出力をどう設定するべきかというのは変わってきます。すなわち、このように温度がどうなっているかっていう外界の情報をセンサーによって取得することによって、その取得した情報に基づいてエアコンの出力であったりとか温度設定というものをうまく調整することが必要になる。そのことからセンサーというのが制御を行う上ですごく重要になってきます。一番下の図は部屋の温度特性、コントローラー、結果である温度、目標値という、これらから構成されるブロック図というものを表しています。部屋の温度の値を見てエアコンの出力を調整するといった、その一連の流れのことをフィードバック制御と言います。結果と目標の値の差分をさらにコントローラーで演算して、それによって出力を計算するという、そういうプロセスを行っています。制御における変数は以下のものになります。まず、制御対象への入力として、操作入力というのは自由に操作できる変数と呼ばれるものです。で、一方で外乱というのは、制御対象の振る舞いに影響を与える、悪い影響を与える、そういう変数になります。例えば窓を開けっぱなしにして涼しい空気が入ってくるとか、そういうものが外乱に相当します。一方で、制御対象の出力としては、制御出力というのは望ましい振る舞いを要求される変数であって、観測出力というのは測定できる変数です。で、これは例えば温度計での温度の高さが時間的に変化する、そういうものを観測したもの等が含まれることになります。制御工学では、達成すべき目的は2種類あります。一つは指定された設定値の維持というレギュレーション、もう一つは目標信号への追従というトラッキング、この2つです。で、ここにさらに外乱の特性や制御対象の特性、コントローラーはどういうものを作れるか、出力はどういうものが観測できるか、で、リファレンスがどういう特性を持っているかというものが関係してきて、制御をうまく調整することになります。これまでの話をまとめると、制御工学というのは、入力および出力を持つようなシステムで、その出力を自由に制御する方法全般を、考えるような学問分野ということになります。主にフィードバック制御を対象にした工学になっています。で、このどういうふうにコントローラーを設計するかとか、どんな目的を実現できるかなどを考えて研究をしていくんですが、対象は様々にあって、制御対象の目的や対象の特性などで適切な手法というのは異なってきます。大学では工学系、その中でも情報や電気、電子、機械といった分野では制御工学の授業があります。重要な要素技術の一つとして制御工学を学ぶことになります。
熊本大学におきましては、情報電気工学科と機械数理工学科で制御の科目があります。この動画の中では、状態方程式という方程式をベースにした制御の話をしていきたいと思います。この講義におけるゴールは2つあります。1つ目のゴールは、状態方程式の理解です。状態方程式というのは、制御対象の特性を表した方程式であり、制御入力をどんな感じで入れると、出力がどんな感じで動くかという、そういう関係を表したものです。制御工学では主に時間的な変化というものを重視してますので、そこの部分をうまく表せる表現の一つが状態方程式になります。で、二つ目のゴールは、状態フィードバック制御の理解です。制御対象にどういう制御を施すとどういう結果になるかというその関係について大枠を理解していただくというのがここでのゴールになります。制御の例を改めて少し説明しますと、ロボットを自在に自動で操る、また自動運転をする、エアコンの温度を一定に調節するというのが例になります。で、これをもう少し数学的な表現で表しますと、時間変化する目標値に追従する、走行の経路に追従する、目標温度との差をゼロにするということになります。で、制御における2大目標というのは、先ほどレギュレーションとトラッキングと言いましたが、トラッキングというのは目標値に一致させる、すなわち目標値との差をゼロにするということです。で、2番目のレギュレーションですが、レギュレーションは外乱の影響を抑制する、すなわち外乱が入っても出力はゼロに保つという2つの目標になります。で、これら共通して言えるのは、信号をゼロにしたいというのが目標の数学的な表現になります。まず最初に状態方程式について説明していきます。ここで K というのは離散時間的な時刻を表しており、XK というのが状態ベクトルと呼ばれるもの、UK は制御入力、YK は制御出力です。そしてこの式、X の K プラス1イコール AXK プラス BUK、YK イコール CXK というのが状態方程式を表すものになります。まず上の式ですが、X の時刻 K プラス1における値が、ある行列の値かける X の K、現在の X の値と入力によって構成されると、そういう式になっています。この Y イコール CX というのは、出力が状態ベクトルの要素に係数をかけたものの値として得られると、そういう式の構成になっています。そして高校数学の範囲における等比数列をここで見てみましょう。等比数列では A の N プラス1イコール ANR という形で数列 AN と公比 R というもので式が得られます。で、これを変換してやると A の N イコール A0 かける R の N-1 という形で表現されます。これは状態方程式の中での入力の項を除いた式に何か似ているように見えるかと思います。ここで等比数列において項比がマイナス1よりも大きくて1よりも小さい場合にこの A の N というのは0に収束します。これはこの AN イコール A0、R の N-1 乗という式からもわかるかと思います。で、ここで制御における2大目標について改めておさらいしますと、目標値との差を0にするというトラッキング問題と、外乱が入っても出力を0に保つというレギュレーション問題があって、それぞれ0に収束させるというのが一つの目標になります。で、この目標が公比がマイナス1から1の間にあるときに達成できるというふうに見て取ることができます。等比数列においては公比 R の値の値方で
収束の仕方が異なってきます。 R を 0.95 とした場合にはゆっくり0に収束していきますし、 R を 0.7 とした場合には急速に0に収束していきます。このような公比の違いというのが制御における性能の違いという部分に対応してきます。先ほどの状態方程式の入力 U を消した部分においてもこのような関係が成り立ちます。で、ここではスカラーの状態方程式を考えて A の値というのが 0.95 とか 0.9 とか 0.7 を与えます。で、その結果として X の初期値が与えられると、その X の時刻 K における値がこのような式で与えられます。で、ここの係数が大きいか小さいかによって収束の程度が変わってきます。次に状態量が2個の場合を考えます。例えば自動車の運転において車両の速度と位置を2つ計測してそれに基づいて制御したいようなケースでは状態が2つになります。で、状態が2つの場合も先ほどの、状態が1個の場合と同様に X1 と X2 というのを2つ並べてこのような式を考えることと同等となります。で、これをさらに状態の数を3個にした場合にはこのように3つの式が並ぶことになります。で、行列ベクトル表現と呼ばれる行列とベクトルの積を表す表現にしてやると、先ほどの状態が3個の式というのは一番下の式のように x の k プラス1イコール axk と、そういうふうな表現に変換することができます。で、ここにさらに入力 U の項について考えてやることによって状態方程式が完成します。観測出力、制御出力についても C のベクトルを考えてやることによってこのベクトルと状態ベクトルの積の形で出力を表現することができます。以上のように本講義におけるゴールの1つ目というのはこれによって達成されました。それでは次にゴールの2つ目について見ていきましょう。状態フィードバック制御です。状態フィードバック制御ではこの状態方程式に対して入力 U を状態に係数をかけたものとして与えることによって初毛の応答を実現することになります。ここでは状態フィードバックの例として状態量 X 係数 AB というこういうスカラーの形を考えます。状態 XK プラス1イコール A×XK たす B×UK というそういう式が与えられていて、さらに A が 1.1、B が1というそういうケースを考えます。で、これによってもし入力 U を恒等的に0に設定した場合にはこの方程式において X は発散していきます。これは先ほどの公比がマイナス1から1に入っていない、そういう状況に相当します。で、これに対してさらに U イコール1というふうに一定値を与えた場合ももちろん発散していきます。その一方で入力 UK をマイナス 0.2 倍の XK という、この XK というのは状態量ですが、そういうふうにしてやると収束します。これが状態フィードバック制御によるシステムの安定化の一例になります。仮にこの K に対してマイナス 0.2XK というのを代入してやると、この式の右辺は 1.1 倍の XK マイナス 0.2 倍の XK となり、全体としては 0.9 倍の XK となります。これは公比が 0.9 ということに相当しますので、状態が0に収束していくことがわかるかと思います。さらに状態方程式においてフィードバック入力 U をいろいろ変えたときに状態フィードバックゲイン係数によって収束の速さが変わってきます。具体的には UK イコールマイナス 0.15XK としても収束しますし、
UK=-0.2XK としても収束します。 -0.4XK としても収束します。ただしこの収束の速さというのはこの係数によって変わってきます。状態の個数が複数ある場合でも同様の議論が成り立ちます。この時に入力 U=-KXK というふうに設定してあると、その結果として X の K プラス1イコール A-BK(XK) という、そういう形になりますが、この A-BK の性質によって収束の仕方が変化していきます。この収束の仕方をうまく設定するように、フィードバック制御の K を設定することになります。フィードバック制御は様々な環境で利用されています。ここで一例として倒立紳士システムというものについて説明します。セゲーもその一種になります。このシステムではセンサーとして速度センサーやエンコーダー、位置計測センサーなどがあります。また電流計測等もその制御のために使われます。アクチュエーターとしてはモーターの回転になります。で、こういうシステムが与えられた時に倒立した状態で姿勢をキープするのは困難ですが、内部でフィードバック制御が施されることによって安定して倒立状態を保ちます。ここで外部から押されるとか、そういうような状況があってもある程度安定性を保つという、そういうことが実現されます。こちらが台車型倒立紳士というものであり、台車型倒立紳士では車両にセンサー、アクチュエーターが搭載されています。倒立状態を保つように台車が安定して計測と制御を行っています。以上で講義内容を終わります。制御工学を学ぶには数学知識がすごく重要です。大学で線形代数学や微分積分学、微分方程式、最適数理などの様々な勉強をしますが、そのバックグラウンドとなる知識として高校時代、中学時代の数学の知識も重要ですので、皆さんぜひ頑張って勉強してください。また制御工学に興味を持たれた方は、制御工学チャンネルにおいて様々な YouTube の動画がアップされていますので、こちらをご覧いただければと思います。実験動画とかもいろいろあって面白いですので、ぜひ見ていただければと思います。また熊本大学の工学部では魅力的な研究教育等いろいろやっております。また工学部公認サークルが複数あるなど、いろいろと楽しい環境ですので、ぜひ熊本大学の工学部に来ていただければなと思います。